アメリカ合衆国のジミー・カーター大統領とカウンダ・ケネス・デビット・カウンダはザンビアの政治家、同国の初代大統領。大統領在任中はジンバブエやアンゴラ、モザンビークといった周辺国の独立を支援したほか、南アフリカ共和国のアフリカ民族会議を支援した一方、国内では独裁体制が批判された。大統領を退任した1991年まで、 発行されていた、ザンビアクアチャ紙幣に肖像が使用されていた。イギリス領だった北ローデシアで、マラウイ出身のスコットランド長老派協会の牧師の8番目の末っ子として生まれる。1951年、北ローデシアアフリカ民族会議が結成されるとそれに、参加し、党の事務局長となったが、1958年離党。 1960年に統一民族独立党を結成し、独立運動を展開。1962年の選挙で過半数を獲得し、北ローデシア植民地政府首相となる。1964年ザンビアが独立すると、統一民族独立党を率いてそのまま大統領に就任。経済的には、欧米資本に握られていた鉱山などを国有化し、 社会主義政策を進め、タンザニアのジュリウス・ニーレレ大統領と共に、中華人民共和国の支援を得て、タンザン鉄道の建設を行った。1970年代までは、主力である銅の輸出が好調だったため経済も潤っており、市民の支持を背景に、独裁の傾向を強め、1972年には、統一民族独立党以外のすべての政党を禁止し、 一党独裁政治を行い、カウンダスーツと呼ばれる中国の人民服に似た服装を愛用した。外交面では、反アフリカ主義の指導者の一人であり、南ローデシアやアパルトヘイト体制下の南アフリカ共和国と対立して、ロバート・ムガベやネルソン・マンデラを支援するフロントライン諸国の議長の職をニエレレから引き継ぎ、1980年代からは、 南部アフリカ開発共同体の前身である南部アフリカ開発調整会議や東南部アフリカ市場共同体の前身である特計貿易地域をルサカで設立する。しかし、1980年代から銅の価格の暴落による経済の停滞と汚職問題に対する市民の不満が高まったため、1991年に民主化を行い複数正当性による 大統領選挙を実施。複数政党制民主主義運動のフレデリック・チルバに、敗れ、ゲアする。1992年、カウンダは、統一民族独立党の党首を辞任。与党、MMD はカウンダを敵視し、国籍要件の変更によりカウンダの大統領選出馬を不可能にし、また様々な弾圧を行ったため、アニップは1996年の選挙をボイコットした。 1997年にクーデター未遂事件が起こり、MMD は容疑者としてカウンダーを逮捕したものの、やがて釈放された。1999年に息子、ウェジが殺害されたことをきっかけに、2000年に正解を引退。1986年に息子、マシジョーイーズ関連の病気で亡くしていたこともあり、正解引退後は、 HIV ウイルス感染防止活動を行った。2021年6月17日、シュトルサカにある入院先の病院で死去。97歳ボーカウンダは大統領在職時には国内経済の公共を背景にサッカーザンビア代表の強化に力を入れた。チームはカウンダ大統領のイニシャルにちなんで KK-11 と呼ばれていたが、 大統領職を退いた後の1993年4月27日に代表チームを乗せた輸送機がガボン沖の大西洋上に墜落する航空事故が発生し選手18人を含む乗員乗客全員が死亡した事故の一報を聞くとカウンダは感情を取り乱したと言われている2015年8月21日に日本で放送された世界の村で発見 こんなところに日本人にて現地に住む日本人の案内により千原政治がカウンダの家を訪ねている。ありがとうございます。